5人目のテーマは、目指すのはマトリックスの世界、恐怖を腸内細菌で取り除く、長崎康久さんです。 私はこれまで企業やアカデミアで腸内細菌に関する研究を合わせて8年以上行ってきました病は気からの研究者ですそんな私が最近感じていること最新技術を交えてお話ししたいと思います僕らの世界はここ数年で一変しました今世界には閉塞化に伴う恐怖がふれています 自殺者は40 60%秒に1人60の人ののが何らかスストレスを抱えているんです最近医学雑誌「ランセット」で発表された研究によると2020年うつや不安で悩まされている人が5300万人いるっていうふうに推定されているんです恐怖で本来消費されなかった時間が失われています僕自身も実際高校生の時に恐怖を感じて バスに乗れなかったりそういった経験もありますこんな中必要なのは菌やウイルスといった微生物との共生だって考えています私が研究してきた分野では脳と腸は連携して情報のやり取りを行うということがここ10年で分かってきました腸の状態が脳に影響するということです腸内細菌のカクテルで腸内へ菌を定着させて 腸内脳内の両方の環境を改善させます腸と脳が連携している実,実例としては腸内細菌が乱れて免疫システムへシグナルが行きます脳内で炎症が起きて中枢神経系へ影響を及ばされますそして不安や恐怖を感じるということが言われています誰もが毎日見ているはずの便を足がかりに課題を解決していきたいと思っています 目指したい世界のマトリックスでは主人公が赤と青のカプセルを手渡されるシーンがあります赤は自由を求めて戦うヒーローになるためのカプセルでしたこんなカプセルを作りたいと思っていますこの課題を解決するために幸福度の高い国の腸内細菌であったり特徴から特定してプロダクトに転写して提供していきたいと考えていますさらに現在今 世界各国の腸内細菌が解析されていますここで分かってきたことは国によって優勢な菌が異なるということです中でも私が目をつけているのは世界一幸福度が高い国フィンランドですフィンランドは2013年にバイオバンク法というものが施行されて国民が生態データの提供に協力的ですここでいう幸福度とは こちらに示してあるような指標で算出されるものを言いますが現在実際にフィールナンド大使館の方とコミュニケーションを取りながらヒアリング実際の状況などお聞きしているところです国民が生態データの提供に協力的なのでこのような大規模な研究もできますサイエンスの側面から価値提供を行い恐怖と戦うという業界初の機能を提供していきたいと思います フィンランドの腸内細菌層を見てみますとバクテロイデスという菌が多いことがわかりますまたデンマークなどの北欧と日本の腸内細菌が離れたところにプロットされているのがわかると思います日本ではビヒズス菌は多いんですがバクテロイデスが少ないプレボテラが少ないといった特徴がありますこうして特徴を抽出してきて プロダクトに転写します。その後に人に介入します。このプロダクトを使うと、腸内細菌のバランスを整えることで、不安や恐怖が低減されます。これは我ながらすごいことになりそうだなと、ワクワクしています。プロダクトを通して、精神安定剤の使用量削減、オーガニックで提供、ゆくゆく復活してくるであろう、イベントやフェスなどで配布して、合法的にハッピーに、 キャラクターの強い方の国の腸内細菌を転写したプロダクトを創出するなどを考えています。腸内細菌とともに多様性を重視して自分らしく生きる社会、誰でもヒーローになれる時代を到来させます。第一の想定顧客は医療従事者です。彼らは世界中で極限状態で戦っています。今後の予定を示しました。情報収集と解析から開始していますが、 後々セルフマネジメントの選択肢の一つとして定着を狙っていきます。目指す世界を掲げてマイクロバイオロジーの力で世界中のメンタルレベルをベースアップしていきますありがとうございます。